キャラバンシク駅に着いたな。でもどこから調べたらいいんだ。近くの衛兵にでも聞くか。ちょっと待って、あそこ、あの後ろ姿ってティシアだよな。一人で砂漠に入るつもりか。どうしても引き止めようってわけじゃないが、ただ初めてのことじゃない。大丈夫だセノン。ここまで行っても行くというのなら、少なくとも私たちのアドバイス通り予定より5日分は多くの物資を持っていかれた方がいいでしょう。ああ、少し準備してくる。やっぱりキャラバン宿駅にいたんだね。ジュライセン先生を追いかけてきたんだろ。ついてこなくていいと言ったはずだが、まさかこんなに早く追いつかれるとは。オイラたちがうなずいた覚えはないぞ。なんで一人で勝手に行っちゃうんだよ。深い意味はない。ただ事情が事情でな。できれば誰も巻き込みたくはなかっただけだ。へえ、あのセノが直々にキャラバン宿駅まで追いかけるってことはきっと相当ヤバいやつなんだな。それにしてもさっきのはさすがに冷たいんじゃないか。こんな格好のじいさんを見なかったかってだけ聞いて名前すら教えてくれないなんて。まさかあまり声を大にできない逃亡犯なのか。おっと、挨拶がまだだったな。久しぶり、みんな。リシア、キャンディス、また会えて嬉しいぜ。ヒヒッ。あんたらも元気そうで何よりだ。私とキャンディスは用事があってキャラバン宿駅に来たんだ。そこにちょうど誰かの行方を聞き回ってるセノに出くわしてな。キャラバン宿駅の人たちの話によると、セノが探してるじいさんは確かにここを通ったらしい。だいぶ年もいってるのに打獣を連れて一人で砂漠に入ったそうだ。しかも物資も大して持っていかなかったとか。何か事情があるんだろう。間違いなくな。セノさん、もし話せないことがあるなら伏せていただいても大丈夫です。ただあなたのために私たちにできることを教えてください。どんなことでも構いません。これだけの人数が揃っていますし、きっとお探しの方も見つかるでしょう。いや、そう簡単な話じゃない。あの人はおそらく俺たちに見つからないようにあえて避けて行動するだろう。ザハハディ教授からも聞いたよ。どうやら先生が一人で問題を解決しようとしてるのは明らかなようだね。砂漠で意図的に姿を隠してる人を見つけるのは確かに簡単なことじゃない。なるほど。事態は私たちの想像よりも入り組んでいるようですね。とにかくキャラバン宿駅から出発したならアール村を通ってる可能性は高い。アール村でその人の目撃情報がないか聞いてみたらどうだ。感謝する。問題が解決したら改めて礼をしよう。おいおい、他人行儀が過ぎるぞ。そのうちシティで一緒に酒を飲んでくれればいい。もちろんあんたのおごりでな。ああ、約束しよう。さて次は。いや、
あとはこちらで何とかする。お前らの行為はこの胸に刻んでおこう。礼を言う。そうか、じゃあ行ってこい。助けが必要になったらここに戻って私たちに声をかけてくれ。どうか遠慮なさらずに。皆さんの悩みは私の悩みでもありますから。おう、安心しろ。オイラたちがこいつをしっかり見ておくから。ちょっと待って、話しておきたいことがあるんだ。なんだ。君がキャンプ地から離れた後なんだけど。ああ、やはり沈黙の殿にはいろいろ問題があるんだな。教令院にあるあの組織が偽物だということは俺も多少感づいていた。君は沈黙の伝と何か因縁があるんだね。そうだ、俺の身に宿ってる力がヘルマヌビスに由来するのはみんなも知っているだろう。沈黙の伝はそいつが設立したものだ。俺の体質は特殊でな、子供の頃から砂漠でいろいろな試練を受けてきた。その後先生が俺をスメールに連れ帰ったんだ。思い返してみると、あの頃の記憶はどれもぼんやりしている。手紙の紋章についてだが、気づいてくれたカーベイに感謝しないとな。でなければ先生の異変を今も見逃していただろう。あの紋章に覚えがないのは見たことがないからなのか、記憶がぼんやりとしているからなのかは断言できない。うん、そうだね。気づいてくれたカーベに感謝しないと。それと代理賢者をやってたアルハイゼンにもね。ジュライゼンはあの紋章の正体が分かってたんだよな。じゃなきゃあえてそれを伏せたりしなかったはずだ。あいつと沈黙の伝の因縁はもしかしたらお前よりずっと深いかもしれないぞ。ああ、俺も同感だ。あの組織について先生は一度も話したことがない。ヘルマヌビスや憑依のことを話してもいつも言葉を濁すだけで踏み込んだことは教えてくれなかった。ところで僕と旅人に追いつかれた以上もう単独行動は許されないって分かってるよね。ああ、分かっているさ。もう受け入れてる。いや、今さらお前らを振り切るのは難しいと言うべきか。だから考えた末、現状を受け入れることにした。その通りだぞ。オイラたちが一緒に行くのはもう変えられない事実だからな。これで何があってもお互いに助け合えるぞ。ああ、ことが終わって酒をおごるときはお前らも呼ぼう。うん、それでいい。さあ行こっか。ここの衛兵に話を聞いてみよう。今いいか。これは大マハマトラのセノ様。人を探しているんだ。アール村の最近の人の出入りについて聞きたい。その人ならつい最近アール村を通ったばかりだ。ここで水と食料の補充をして打獣に餌をやってからまた出て行ったよ。どこへ向かった？確か村の入り口にしばらく座って水を届けた者と雑談してたらしいんだが、オアシスの近くへ向かうと言ってたそうだ。だがどこのオアシスかは言ってなかったとか。地図はあるか？彼が向かった方角と
この近くにあるオアシスを書こう。地図なら僕がお願いできるかな。ああ、お願い、スク。よし。礼を言う。助かった。よく覚えてたな。どういたしまして。やるべきことをやったまでさ。人探し、うまくいくことを祈ってるよ。待て、あそこに誰かいる。何か知ってるかもな。話を聞いてみようぜ。ああ、ここは俺が。僕に任せて。なんでわざわざティナリが？俺の羊や服装、風貌は砂漠の人間からすると特殊なものだからな。念のため、素性のより確かなものが行くべきだと思ったんだろう。こんにちは。邪魔してすまないね。友達と一緒に道に迷った老人を探してるんだけど、少し話を聞いてもいいかな。へえ、人探しを。いいよいいよ。何が聞きたい？こんな感じの人なんだけど。ローブを着ていて目つきが鋭い。それでいて気品のある白髪の老人。しかも一人。なかなか特徴的な人物のようだ。うん、そんな人物一目見れば忘れないだろう。僕の後ろを見てる。なあ、あいつこっちを見てるぞ。そこの人、なかなか特別な格好をしてるね。よっ、噂の大マハマトラ、セノで会ってるかな。ああ、そうだ。他人に素性がバレたのにあんまり驚いてないみたいだね。何もこういう状況は初めてではないからな。君が人を探してるんだろ。この人なんだか怪しい。あれ、僕のことをもう警戒してる感じ。隠す必要はないよ。君たちが疑ってることくらい分かってるさ。でも先に聞いてきたのはそっちだろ。普通のキャラバンだと思ってたけど、どうやら違うみたいだね。お前の部下だらけてるように見えるが、実際はそこらの傭兵よりも戦えそうだ。聞いた？君たちが僕の部下だってさ。モラさえ払ってくれれば俺は構わないぞ。たく、探り合いはやめようぜ。聞いててじれったい。なあ、分かった分かった。君たちついてきてくれ。人を探してるんだろ。ローブ、白髪、気品がある。君たちの目にはジュライセンがこんな風に映ってるんだね。ジュライセン先生の行方を知っているのか。僕についてくれば彼に会えるよ。
ここだよ。ここだよ。って、呪雷戦どころか何もないじゃんかよ。ちょっと下がって。うわ、なんか出てきたぞ。こんな規模の建物がこんなところにあるなんて。しかも隠されているとは。キング・デシェレトの技術か。お前って、いや、お前たちって一体何者なんだ。まさかここは沈黙の殿。お前は沈黙の殿の人間か。焦らないで、まだおしゃべりの時間じゃないよ。砂漠にこんな場所が。しかもオアシスのすぐ隣に隠されてたなんて。おいらちょっと怖くなってきたぞ。呪雷戦はきっとこいつに捕まったのかも。あ、こいつってもしかしてウラカが言ってた例の砂漠の人間なんじゃ。どうしたの？先生のことを考えてるのかな？後悔するような真似をしでかしていないことを祈っといた方がいい。そいつは奇遇だね。僕も君たちを怒らせるようなことをしていないと祈りたい。さて、ここで待ってて。ここの首領に君たちが沈黙の殿に着いたことを報告してくるよ。彼が顔を出してくれるまで君たちはどうかここで静かに待っていてくれ。オイラたちを置いて行っちゃったぞ。誰もオイラたちを捕まえに来ないな。彼らがオアシスにいたのは偶然じゃない。あれは明らかに僕たちを待っていた。どうやらその狩猟とやらは僕たちが来るのを待ち望んでいたらしい。ここが沈黙の殿。ウリンを離れた後、奴らはこんな場所に隠れていたのか。おい見ろよ、さっきの奴がまた出てきたぞ。焦らないで、もう少ししたら狩猟も来るから。お前の名前は？おっと、ごめんごめん、君たちに会えたのが嬉しすぎて自己紹介を忘れてた。僕はセトス。このままここにしばらく残るけど、君たちの質問に何でも答えるつもりはないよ。もし他にしたいことがあればご自由にどうぞ。自由行動が許されたって理解していいのかな？そうだよ。そもそも君たちが逃げる心配をする必要もないしさ。なぜなら呪雷戦はここにいるからね。君たちは彼との再会を待ち望んでるはずだろ。
こいつの言う通りだ。どうせまだ時間がある。周りを見て回ろう。まさか本物の沈黙の殿がこんなところに隠れていたとはな。この近くを通ったことはあるが、全く気づかなかった。これってキング・デシェレタの技術だよね。今になってもまだこんなに力が残ってるなんて。奴らには気を許さないようにしよう。ただ少なくとも今のところ先生が無事なのは確かなようだ。ああ、いいよ。でも本当は僕に聞きたいことがあるんだろう。その気持ちはわからなくもない。よくってわけじゃないよ。普通の人間ならまずここに入れない。沈黙の殿とは孤独で静かな場所だからね。うん、その通りだ。でもその言い方はちょっと違うかな。僕はあの学生を騙したわけじゃない。彼が自分で一攫千金の方法はないかって酒場の中を聞き回ってたんだ。何でもいい、モラさえ手に入れば違法な手段でも構わないってね。だから僕はジュライセンが砂漠で入手した大金をどこかに隠し持ってるって情報を教えたのさ。けどそれって根も葉もない噂でしかないだろ。それはどうだろうか。思い出してみてよ。ジュライセンの秘密を知ってると書いてはあったけど、その内容については触れられてなかったでしょ。もちろんウラカって本当にいい助っ人だったよ。酔っ払ってる時は素直でアイデアを出してくれる人の言いなりになってくれた。あれほど自分のない人だ。教練員でうまくやれてないのも納得だね。なんでジュライセンは手紙を受け取ったその夜すぐ家を出て行ったんだ。それについてはジュライセンに聞いてみなよ。僕が代わりに伝えられない部分もある。褒めてもけなしても良くないからね。ジュライセンは僕たちの紋章を知っていて、自分から来たってことだけ分かってればいい。なんだその質問。大マハマトラのセノ様のことを知らない人なんてスメールにいないさ。でもさっきオアシスでセノで会ってるかってわざわざ確認してただろ。もしかしてあいつのことを見たことなかったんじゃないか。まあ僕はウリに住んでるわけじゃないからね。大マハマトラとそう簡単に会えるはずがないだろ。なんだか隠し事の匂いがするぞ。お互い会って間もないんだ。こんなすぐ答えを洗いざらい教えてしまったらこの後が持たないだろ。ないよ。本当か？教練院に行く必要はないからね。ウラカみたいな人なら酒場にゴロゴロいる。そもそも教練員のやり方を僕たちも知らないわけじゃない。スメールシティの入り口はいつでも開かれてるし、入りたければ誰でも入れる。シティには世間話をしてる人が毎日溢れてるから、ぶらつけば大体のことがわかるさ。そう、
じいちゃん、会いたがってた人はここだよ。ご苦労だったな、セトス。皆さんにお会いできて光栄だ。わしは沈黙の殿の元首領、バムーン。長いこと待たせたお詫びだ。おい、奴を連れてこい。先生。ジュランセ、大丈夫か？手荒な真似はよせ。おっと、これはすまなかった。お主に不快な思いをさせるのは我々の本意ではない。ただ呪雷戦は沈黙の殿にとってあまりにも特別な存在ゆえに、何としてもここへ招かざるを得なかったのだ。呪雷戦はわしに命の借りがあり、沈黙の殿に対してもいくつか借りを作ってきた。昔のわしはこやつを見逃したが、今その借りを返させてもらおうと思ってな。君たちが来る前にこの老いぼれとの因縁を終わらせるつもりだったんじゃが、まさかこんなにも早く来てしまうとは。帰れセノ、老いぼれ同士のことだ。君たち若者には関係ない。事件を隠そうとしたのは最初からここに来るつもりだったからで、急いで出発したのも俺たちを巻く気でいたからか。人は生きてる限りどうにもならない時が来る。君はここに来るべきじゃなかった。ましてやこれほど多くの者を連れてくるなど。セノと一緒に先生を助けに来たのは僕たちの意志だよ。それに先生には真実を教えてもらいたいんだ。でないと残された人に不公平でしょ。秘密が秘密である理由は、口にしてしまえば不幸をもたらしてしまうからじゃよ。おじけづいたのか。手塩にかけて育てた生徒の前で己の過去を語る勇気がないのだろう。我々の紋章を知っているのは以前お主がここに長く滞在していたからだ。我々の一員になってしまいそうなほどにな。お主は脅迫状を見た瞬間、浦賀の背後にいるのがわしらだと気づいた。脅迫された理由は、己が過去にしでかした過ちだとも分かっていたんだろう。呪雷戦、裏切り者よ。かつてお主はヘルマヌビス様の意向を復活させるため知識を携えて我々に加わり、機会と希望をもたらしたというのに、お主は我々に背を向けた。ヘルマヌビス様の力とその使役者を奪い、さらにそれまでの功績を口実に見逃すよう願った。昔わしがこう言ったのを覚えているはずだ。首領としてお主が去ることを許そう。だがいつか必ず黄砂がお主の影を覆う日が来る。その時お主は代償を払うことになるのだと。はあ、根に持つにも程があるじゃろう。ヘルマヌビスの力とその使役者、もしかして君のこと。先生どうなんだ。バムーンの言う通りじゃ。わしは確かにここにおった。もう何年も前のことだ。砂漠で遭難しかけたところをこやつに助けてもらった。わしが学者であることを知ったこやつはヘルマヌビスの力を共に復活させようと誘ってきたんじゃ。あれは秘密に包まれた偉大なる計画だった。沈黙の殿がヘルマヌビスの力を失って久しい。武力も足りなければ信仰も離れていた。故にバムーンは罰霊、つまりヘルマヌビスのかけらを適合者の体内に埋め込むことを提案した。もし実験が成功すればそのものはよりしろとなる。沈黙の殿には死亡者が多数おったが、成人の体ではその強大な力に耐えられんことを我々は気づいておった。
結果、バムーンは血のつながらぬ孫を差し出したんじゃ。そして適合者はもう一人おった。その両親は財と引き換えに子供を渡すことを承諾した。そうして二人の子供がヘルマヌビスの力を受け継ぐ候補となったんじゃ。長年にわたり沈黙の殿はヘルマヌビス様の罰令のかけらを二つ所持していた。それこそかのお方の力の結晶であり、極めて稀有なものだ。法陣を敷いた部屋に被験者を入れ、増幅させた罰令の近くに一定時間とどまらせる。もし排斥されなければ力に対して適性があるということだ。当初の計画通り、実験は3つの段階、共鳴、埋め込み、生存率観察からなる。うち最初の共鳴は順調だった。ただその時わしはどうすべきか考えた。二人の実験を順次行い、結果に応じて次の計画を練り直すか、それとも同時に埋め込みを行い対象実験を行うか。そう考えていると、二つの罰令から見たことのない光が放たれた。もしすぐに埋め込みを行わなければ罰令自体が砕けて消えてしまうとわしは悟ったんだ。罰令と共鳴を起こせるだけで極めて珍しい天賦。あの状況で一人の若い個体に同時に二つの罰令を全部埋め込むことは、どのような結果をもたらすか想像のできないことだ。信仰と力を絶やさぬためにも、我々はすぐ二人に実験を行った。だが結局わしが実験を中断し、その一人を連れ出した。あの時はこれまでの協力に免じて追っ手を出さなかった。だがその後わしは予想だにしない代償を払うことになったのだ。お主が来るのを待ち望んでいた、瀬野よ。お主と罰令が去ったことにより、我々はなすすべもなく衰退の一途をたどった。なるほど、それが俺の力の由来か。君から罰令を十数年借りていただけじゃ、それでいいじゃろう。わしももう年だ、老いぼれの命が欲しければいくらでも差し出そう。じゃが、瀬野にだけは手を出すな。こやつは今の大マハマトラじゃ。考えなしに行動すれば、それは強霊院に対する宣戦布告となるじゃろう。親愛なる瀬野よ、お主はもう覚えていないようだが、わしらは面識がある。お主は幼い頃、わしらと共にこの地で神が降臨する未来に歓喜していた。お主とこやつ、セトスは我々の最後の希望なのだよ。この力を取り戻したいと。ヘルマヌビス様の信者として、その力がウリンをさまようのをずっと野放しにしてきた。だが今こそそれを返してもらう時だ。天意に選ばれし者にその所有物を返せというのか。君にそんな権限はない。いや、確かにセノは選ばれし者だが、それは彼だけではない。セトスも同じ才を持っている。それが先生を解放する条件か。この卑劣な行為はわしだけが背負うものだ。沈黙の伝統は関係ない。わしの愚行により、沈黙の伝の栄光には泥が塗られた。わしはその決断の責任を取らねばならない。察するに、お前らに残された罰令の力だけでは限界があるということか。俺が持つもう一つの罰令を取り戻し、セトスの体に埋め込むんだな。神の力には苦痛が伴う。セトスがそれに耐えられる根拠がどこにあるんじゃ。セトスは成長した。それにこれはわしらの問題だ。裏切り者のお主に口を出す権利はない。理屈から考えると
お前の提案を受け入れるべきではない。だが、バムーの言葉に耳を貸すな。セノ、その力は自分だけのものではない。惑わされるな。ああ、分かっている。だが、先生の命と力のかけらを天秤にかけることも決して合理的ではない。すまないが、一ついいかな。僕が思うに、この問題にはまだ矛盾がある気がするんだ。もしセノが力を返さなければ、そちらもジュライセン先生を無条件で解放しない。でもこれだけ手の込んだ計画だ。もっと何かあるんじゃないかな。きっと君はこちらを探ってるんだろ。でも今さら駆け引きをする必要はないと思う。他に隠してる手札があるなら全部見せてよ。待て、まさかその耳、ワルカシナの末裔か。そうか我々の運命もついに回り始めたということか。必要なものは全てヘルマヌビス様が与えてくださる。もしかすると今日こそ。いきなりひどい咳だな。だいぶ体が弱ってるみたいだ。バムーン、君、狩猟を寝室まで送ってやってくれ。瀬戸さん、お主。じいちゃん、言いたいことは分かってる。ここは僕に任せて。回りくどいのは好まない性分でね。手短に話そう。当時実験がジュライセンに中断されてなければ計画はうまくいっていた可能性が高いだろう。ヘルマヌビスの知恵はここに降臨していたはずだ。でももう昔のことだし、今さら掘り返したところで意味はない。僕はじいちゃんとは違うんだ。沈黙の伝は由緒正しく崇高な席を背負ってる。だから狩猟のプライドもおのずと高くなってしまっていてね。けど僕はそう思ってない。今の沈黙の伝に過去の意向なんかありゃしない。時が経つにつれて威信はすり減り、多くが変わっていった。だから強硬手段は取らない。ジュライセンを除いて他の人はここから離れてもらっても構わないよ。じいちゃんと同じように君たちにチャンスを一度与えよう。小僧、若い頃のバムーンの気骨と見識を感じさせるな。今のキョウレインを客観的に見てほしい。スメールシティに行ったことのある君ならその変化に気づいたはずじゃ。全てが良くなっておる。キョウレインと再び手を取ることを考えてはみんか。じいちゃんを裏切ってなかったらその意見も視野に入れてただろうね。けどもう遅いよ、ジュライセン。ティナリがさっき言ったように、お前らの計画には続きがあると俺も踏んでる。お前とバムーンが欲しているものは他でもない罰霊だ。先生は過去の後ろめたさからその復讐を受け入れようとしているが、その選択を下すのはどちらにせよこの俺だ。いろいろ言ってはいるが、結局は罰霊との交換を俺に選ばせたいんだろ。うん、どうやらよく考えてるみたいだ。俺は先生を見捨てるつもりもなければ、いずれ直面する問題から目を背けるつもりもない。時間をくれ、一晩でいい。明日決断を伝えよう。ああいいよ、君の返事を待ってるから。セノ、おっとそうだ、じいちゃんがジュライセンと話したいことがまだたくさん残ってるって言ってたんだ。連れて行かせてもらうよ。
彼と交渉するなんて本気？しばらく考えさせてくれ。みんな夜にまた集合でもいいか。それまでは自由行動にしよう。おう、お前もあんまり無理すんなよ。何かあったらすぐオイラたちに相談してくれよな。